我が神聖ネオジオンの諸君、私の言葉を聞くがいい。過去地球連邦政府が我々難民に対して行った施策は、コロニーという入れ物を作ればよしとして彼らは地球に引きこもり、我々に地球を解放することはしなかったのである。私の父ジオンズム大君が宇宙移民者、すなわちスペースノイドの自治権を地球に要求したとき、父ジオンはザビ家に暗殺された。そしてそのザビ家一党はジオン公国を語り、地球に独立戦争を仕掛けたのである。その結果は諸君らが知っての通り、ザビ家の敗北に終わった。それはいい。しかしその結果、地球連邦政府は増長し、連邦軍の内部は腐敗し、チタンズのような反地球政府運動を生み、ザビ家の残党を語るハマーンの長領ともなった。これが難民を生んだ歴史である。ここに至って私は人類が今後絶対に戦争を繰り返さないようにすべきだと確信したのである。それがアクシズを地球に落とす作戦の真の目的である。これによって地球圏の源である地球に居続ける人々を粛清する。諸君、自らの道を開くため、難民のための政治を手に入れるために、諸君らの力を私に貸していただきたい。そして私は父ジオンのもとに召されるであろう。